皆さんこんにちは。映画界の黄金期を知る数少ない存在となった俳優の香川恭子さん。今ではかつての芸能界を後世に伝える語り部的な役割も担っています。香川恭子さんは本名を牧野恭子と言い、1931年12月5日生まれ、茨城県行方郡浅尾町の出身です。1949年に東京新聞が主催したニューフェイスノミネーションに合格し、新東宝に入社した香川恭子さん、一般企業の入社試験も受けていたそうで、運悪く最終面接とオーディションのカメラテストの日程が重なってしまったそうです。どちらを受けるか悩むも、母に背中を押されたことでオーディションの方を選んだそうです。この時、母が一般企業の最終面接を進めていたら、俳優香川恭子は誕生していなかったでしょう。芸能界で人気者になれば一般企業とは比べ物にならない収入を得られます。ですがそんな人たちはほんの一握りであり、堅実な生活をするならば一般企業の方を選ぶはずです。もしかすると母は香川恭子さんに俳優の素質のようなものを感じていたのかもしれません。1950年に映画「窓から飛び出せ」で俳優デビューしました。香川恭子さんの美しさは当時ずば抜けていました。それからわずか3年後の1953年にはフリーとして活動を行うようになりました。デビューから3年後にフリーになるなんて今の芸能界では考えられません。それでも名俳優としての地位を確立した香川恭子さんは稀有な存在と言えるでしょう。香川恭子さんは自社作品に俳優を縛る悪名高い五社協定より前にフリーとなったことから、東映「姫百合の塔」、松竹東京物語、大映近松物語、東宝天国と地獄など名監督による各社の戦後映画の名作に数多く出演することができました。また東宝では三船敏郎作品でヒロイン役を数多く務めています。香川恭子さんは日本の映画全盛時代、ノーブルでありながら知的かつ現代的な美貌で最も人気があった俳優と言えるでしょう。香川恭子さんは多くの名監督の作品に出演し、俳優としての実力を養っていきました。中でも1953年の今井正監督作品「姫百合の塔」は香川恭子さんを一人前の俳優に成長させ、かつ代表作ともなった作品です。香川恭子さんは戦時中、まだ旧制女学校に入ったばかりで、東京から茨城県に疎開していたため、東京の大空襲を免れることができたようです。戦後に東京の女学校に戻った香川恭子さんは、復興と解放感に満ちた東京の街で育ち、女学校を卒業後は美人コンテストを経て俳優となりました。つまり香川恭子さんは同世代でありながら、沖縄の女学生であった姫百合学徒隊の想像を絶する戦争体験など全く知らなかったことになります。香川恭子さんが同世代の女性として沖縄戦の悲惨さを日本中に知らしめた「姫百合の塔」。香川恭子さんは映画「姫百合の塔」の今井正監督から役作りとして姫百合学徒隊に志願した理由を作文に書かされました。また香川恭子さん自身も実際に姫百合学徒であった女性たちに会って話を聞いたそうです。香川恭子さんはその後も長く姫百合学徒だった女性たちと私的な交友を続けたといいます。俳優としてだけでなく、同世代の女性としてこの沖縄の悲劇を伝えなくてはならないという強い使命感を持って撮影に臨んだ香川恭子さん。こうして「姫百合の塔」という映画を通じて、今まで伝えられていなかった沖縄戦の悲劇が広く日本に知られるようになりました。そんな香川恭子さんは人気絶頂の1963年に読売新聞で記者をしていた牧野拓治さんと結婚しています。俳優と新聞記者の結婚は当時とても異例なことでした。香川恭子さんが読売新聞の連載記事でモデルを務めたことがきっかけで知り合い、その後交際に発展したそうです。香川恭子さんは結婚後も芸能活動は続けています。ですが夫の海外赴任についていき、俳優業を休業するなど優先するのはあくまでも家庭でした。2013年には結婚50周年を迎えられたのも、仕事よりも家庭を優先しているおかげかもしれません。1963年に新聞記者の牧野拓二さんと結婚した香川恭子さん。2人の間にはその後一男一女が誕生しています。子供たちは共に芸能界には進んでいません。そのため詳細な情報は明かされていないのですが、息子が東大卒という情報がありました。どうやら息子は中高一貫の麻布から東大に進んだようです。最近の芸能人の子供が通うのは青山学院大学や慶応義塾大学など、大学まで内部進学で行ける学校ばかりというのが普通です。しかも本人の学力よりも親の力が大きく影響する初等部での受験がほとんどです。しかしそんな中になって香川恭子さんの息子は自らの力で麻布に入り、その後東大に進んでいます。本当のエリートというのはこういう人のことを言うのでしょう。娘の方については情報が全くありませんでした。親の力を借りることなく自分の力で道を切り開くことができるからこそ、香川恭子さんの子供たちは芸能界に進まなかったのかもしれません。1931年生まれで、もうすぐ90歳になろうとしている香川恭子さん、今も現役の俳優として活動しており、2021年には出演した映画「峠最後の侍」が公開されました。香川恭子さんは多くの作品に出演し続けられる理由を個性がないことと語っています。ですが個性がないということはどんな役でも演じられるということの裏返しとも言えます。それに加えて演技力も確かとなれば、多くの監督や演出家が起用したがるのも当然と言えるでしょう。2011年には日本人として初めて国際フィルムアーカイブ連盟賞を受賞するなど、世界的に活躍が認められています。香川恭子さんをはじめ戦後に活躍した俳優たちの作品が上映されるイベントが2016年末から2017年1月末まで開催されました。それが溝口健二監督と増村康三監督の作品の映画祭「変貌する女たち」です。香川恭子さんの出演作品は溝口健二監督の「残照太夫」と「近松物語」が上映され、トークイベントも行われました。香川恭子さんは初めて人妻役を演じた近松物語に出演した時、まだ結婚もしておらず、どうしてよいか全くわからなかったと言います。しかし溝口健二監督は香川恭子さんに具体的な演技指導はせず、ただもう一回というだけだったそうです。芝居は頭で考えたんじゃいけない、芯から役に入っていれば自然に動けるはずだと話したと言います。そのようなエピソードを披露した香川恭子さんは、芝居の根本とは何かを教えてくれた監督として今も大いに感謝していると続けました。トークイベントでの話は黒澤明監督にも及び、2人の監督の共通点として香川恭子さんは大変興味深い指摘をしています。1シーン1カットの長回しが多かったという黒澤明監督と溝口健二監督、香川恭子さんは役者としては演じるのが難しい反面、気持ちがつながるので自分はその方が好きだったと話しました。戦後72年、日本映画の黄金期を体験した俳優やスタッフはますます少なくなっています。香川恭子さんには戦争体験だけでなく、古き良き芸能界を知る数少ない名俳優として、そして映画の語り部として、これからも長く活躍してほしいものです。きっとその一つ一つが後世に語り継がれるような名作となることでしょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。